ゲートイン完了。スタートしました。コントレイルが出た。さあコントレイル3冠なるか。3番タイトルホルダーは5馬身リード。14番アスクビクターも内田千歳先頭。アスクビクターもボルドグ風春並んでゴールイン。全く並んだ。無敗の3冠達成。3番コントレイル 3000m 一人旅。タイトルホルダー逃げ切りました。アスクビクターもは最後の一冠ダッシュだったか。G1 ファンファーレの生演奏は海上自衛隊舞鶴音楽隊の皆さんでした。京都競馬メインレースクラシック最終戦第84回菊花賞 G13000m 今年は17頭立てです。トップナイフ、ウィンオーディン、シーズンリッチ、ダノントルネード、パクスオートマニカ、リビアングラス、タスティエーラ、サボーナ、ノッキングポイント、マイネルラウレア、サトノグランツ、ハーツコンチェルト、ナイトインロンドン、ソウルオリエンス、ファントムシーフ、湘南バシット、ドゥレッツァ。今年は18年ぶりにフルゲートに満たない頭数での菊花賞となりました。そして23年ぶりにクラシックホース2頭皐月賞馬と日本ダービー馬がこの菊花賞で激突します。クラシックホースの2冠か、それとも春涙を飲んだ馬たちのラスト一冠ダッシュか、あるいは夏に力をつけてきた馬たちの台頭か。京都競馬場非常にいいお天気です。芝ダートともにコンディションは良。午後3時現在4万5000人を超えるお客様が詰めかけています。夜の3000メートル向こう上面からのスタート、枠入りは順調です。最後の枠入りは4連勝中のドゥレッツァ。ルメール騎乗背に17番ゲートに促されて入ります。菊花賞ゲートインが終わります。落ち着くのを待ってスタートしました。ばらついたスタート、トップナイフ遅れました。まず1周目坂の上りを目指して5番のパクスオートマニカが行きます。同枠6番リビアングラスも前に出て2番手、3番手は15番ファントムシーフ、外17番ドゥレッツァも位置を取って坂を上り詰めて1周目の3コーナー坂の下りです。4番ダノントルネードも後位につけて9番ノッキングポイント、12番ハーツコンチェルト、坂を下っていきます。 3,4 コーナー中間、7番タスティエラはちょうど真ん中ぐらいです。先頭までは今 12,3 馬身、直後には16番湘南バシット、3番のシーズンリッチ、11番サトノグランツ、14番ソウルオリエンスは後ろから数えた方が早い位置。先頭までは13、4馬身あります。13番ナイトインロンドン、10番マイネルラウレア、8番サボーナが行って後ろに頭は1枠です。2番ウィンオーディンと1番のトップナイフ、大観衆が待ち構えるスタンド前を通過していく17頭です。スタートしての1000メートルの通過1分0秒4、17番ドゥレッツァが先頭に立っています。ゴールの前を通過、ドゥレッツァ先頭、5番パクスオートマニカ2番手、6番リビアングラス3番手、4番手早め12番ハーツコンチェルト、外内は4番のダノントルネードです。その後が15番ファントムシーフが続いて、今タスティエーラは中段のやや後ろ、タスティエーラに並ぼうとするソウルオリエンスです。1コーナーから2コーナーへ先頭17番のドゥレッツァが逃げる展開です。2コーナーカーブ、5番のパクスオートマニカが2番手から並んでいって、3番手は6番リビアングラス、4番ダノントルネード、4番手で向こう上面へと入っていきます。5番手追走、12番ハーツコンチェルト、その後9番ノッキングポイント、15番ファントムシーフ、1番のトップナイフが後方からポジションをぐーんと上げていって向こう上面中ほど、8番サボーナも上がっていきました。サボーナも今中段から後位をめがけて上がっていきます。その後はナイトインロンドン内、外が16番湘南バシット、7番タスティエラは中段馬群の外目内、
3番のシーズンリッチです。3コーナー2度目の坂の上り、ソウルオリエンスは今後方から3、4投目、内で10番のマイネルラウレアと並んで、11番サトノグランツ後方から2投目、最後方2番のウィンオーディン、坂を上り詰めて800を切って下ります。赤い帽子2頭先頭2番手に変わった、6番リビアングラスが先頭、2番手5番パクスオートマニカ、現在17番ドゥレッツァ3番手、3、4コーナー中間残り600、4番手はサボーナ、トップナイフ、その後押して15番ファントムシーフが外から上がっていった、さらには14番ソウルオリエンス、ここでタスティエラの前に出た、4コーナーカーブ大歓声の中直線コースに向かってきた、6番リビアングラスが先頭、盛り返すドゥレッツァが2番手、ババの真ん中からサボーナが3番手、内からは7番のタスティエラ上がっていく、外はソウルオリエンス、ここで先頭17番のドゥレッツァに変わった、200を切りました、7番タスティエラが2番手、3番手は14番ソウルオリエンス、サボーナ、リビアングラス接戦、うち17番ドゥレッツァ5連勝で菊花賞制覇、ゴールイン、未勝利からノンストップ、初めての重賞挑戦でクラシックホースまで上り詰めた17番ドゥレッツァ、お見事、7番タスティエーラ2冠ならず2着、3着争いは14番ソウルオリエンス、8番サボーナ、うちでは赤い帽子のリビアングラスなども粘っていました。17番ドゥレッツァ未勝利から5連勝で一気にクラシックホースまで上り詰めました。勝ちタイムは3分3秒1です。クリストフルメール騎手がドゥレッツァの激走を称えます。1周目のスタンド前ホームストレッチでは先頭に立ちました。勝負どころ2周目の3コーナーでは他の馬を行かせて3番手、そこから直線また盛り返してリードを広げました。重賞初挑戦で菊花賞制覇はあのメジロマックイーン以来です。偉業達成、ドゥレッツァが菊花賞馬となりました。勝ちタイム3分3秒1、上がりタイムゴールまでの 800m 46秒5、 600m は34秒9、2着7番タスティエーラ、3着14番ソウルオリエンス、クラシックホース2頭を全く寄せつけずに大きなリードを取ってのゴールでした。4着以下は写真判定が行われます。京都11レース第84回菊花賞 G1、 1着17番ドゥレッツァ、2着7番タスティエーラ、3着は14番ソウルオリエンス、4着以下は写真判定です。確定までお待ちください。ドゥラメンテ3区のドゥレッツァ、今週もドゥラメンテ3区です。なんという種牡馬でしょうか、ドゥラメンテ重賞初挑戦でドゥレッツァが菊花賞馬になりました。春のクラシックが終わった時点では1勝クラスを勝ったばかり、ダービー翌週コバと対戦して2勝クラスを勝ち、そして夏の新潟では3勝クラスも勝ちました。重賞初出走での菊花賞制覇はグレード制導入後はメジロデュレン、メジロマックイーンの兄弟以来、メジロマックイーンの菊花賞制覇が90年ですから、実に33年ぶりの重賞初挑戦での菊花賞制覇となりました。クリストフ・メール騎手は里のダイヤモンド、フィエールマンに続く菊花賞5年ぶりの3勝目、そして尾関智人調教師はクラシック初勝利です。この秋はスルーセブンシーズで凱旋門賞に挑戦して健闘を見せたルメール騎手と尾関智人調教師のコンビ、今タッチを見せました。尾関調教師とルメール騎手がタッチを見せました。第84回菊花賞2023年のクラシックはドゥレッツァの菊花賞制覇で幕を閉じます。1着17番ドゥレッツァ、2着7番タスティエーラ、3着は14番のソウルオリエンス、確定までお待ちください。